ゆこです。今日は魔女の帽子とステッキ作りをご紹介します。まずは帽子。この帽子は黒い画用紙に丸くしてつばをつけてマスキングテープで飾ったシンプルな帽子です。そこにキラキラモールを入れて飾りをぺったんぺったんぺったん、じゃーん、とってもかわいい帽子になりました。次はステッキです。これは2膳の割り箸を噛み合わせて作ったものです。そこにマスキングテープでぐるぐる巻くと、じゃーん、こんな感じになります。上には飾りをつけて、その裏側にはこの白い紙をぐるぐると切って、それを広げると、じゃーん、ビヨンお化け。それをこっち側にペタ、じゃーん、ハロウィンステッキの出来上がり。帽子をかぶってハロウィンステッキを持てば、じゃーん、簡単魔女気分。お菓子くれなきゃいたずらするぞ。トリックはトリート。ドロロロロン。うわー、お菓子きた。いただきます。お化けマシュマロ。